病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカラの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな、相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみや頑丈の内紛だ。うちを潰す絶好のチャンス、そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ、ワントを差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。チッ、勝って言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。どうだ？これで明るくなったろ。暖も取れて一石二鳥。寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん。急げ、火の手が早い。よかった、ここなら一息。ほら、いたじゃねえか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしても、ここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ、本気出さないと、いよいよ死ぬぜ、桐生一馬。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ！地獄を見せてやるよ。あ、なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたみたいだな。うまく使えるかもしれねえ。暑い。火に囲まれちゃったみたい。近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。ガンガン行くぜ。何？受けてみな。俺の番か。どうした？覚悟！
私の出番ね。はっ、せっかく私の出番ね。この調子でやっていきましょう。コツつかめたんじゃねえか。悪くない気分だぜ。大丈夫ですか、桐生さん。ああ、だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら、ウォントーはここに置いてかない？私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな、頼む、助けてくれ。そうしてえのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。来た、避けろみんな。早く乗れ。よし、警戒してくれ。ほら、あっ、痛くって場合じゃねえぞ。運転はお前がやる、一つ。はい。島の竜がなんてざまだ。キリュウさん、キリュウさん、来るな、行け。俺らがみんなここでやられたら、アカネさんたちを誰が守る。しとせ、車出せ。ダメだ、待て。俺は大丈夫だ、行け。キリュウさん、キリュウさん。
頭にも春日にも逃げられて残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。